VZ のニューマシンを作ってみました。この蛍光イエローのシャーシがあったんで、ずっと作ってみたいなと思っていたんですけど、やっと作ることができました。こんな形になってます。前輪はアルミホイールで、スーパーハード、後輪が普通のフィンホイールのローハイト、ローハイトじゃない、バルーンになってます。で、今とりあえずスプリントダッシュが入ってて、 3.5 第1ギアが入ってます。で、リアは一軸になってます。こんな動き、こっち側もこう、これなんですけど、ちょっとガタが大きかったので、なんかミニオンキャッチャーのキットやつをここに貼って、タミヤテープで留めてあります。ネジで止まってます。で、あとは普通のリフターと普通の提灯、これもずっと使ってるやつですね。あとカーボンの 3mm がありまして、AT バンパーになってます。で、前輪はオールアルミの2段ローラーの上に 11mm ローラーと、こっちは 13mm がちょっと長めになってついてます。はい。で、ボディはちょっとまだ作ってなくて、まだ乗せてありません。では、こいつも走行動画を見ていこうと思います。今回走行するコースの紹介です。この前のソニックセーバーの動画の時に撮った表のバンビになってます。前半はウェーブが続いてからの、後半フラットでストレートが多めのコースになってます。はい。では、初めの走行です。初めの走行の時はパワーダッシュモーターで行ってます。電圧は3ボルトぐらいだったと思います。この時点で、ソニックセーバーより全然速いです。ソニックセーバーは確かタイムが 18.96 とか、そんなもんだった記憶があるんですが、この人 17.05 なので、2秒ぐらい差があります。ミニ四駆で2秒の差っていうとね、かなりね、速度の違いがわかるんじゃないかなっていうふうに思ってます。では2回目です。まだまだパワーダッシュに余裕がある感じだったので、スプリントダッシュに変えてみました。そうすると、後半の、テーブルトップ、スロープのところで飛んでしまったので、ちょっとブレーキを強めにしたら完走できました。タイムは、16.22 です。さっきよりも 0.8 秒ぐらい速くなりました。はい。というわけで、初走行いかがだったでしょうか。個人的には VZ シャーシ結構やっぱり早いなっていう風に思って見てました。作り直す前もこのバンパーとか VZ シャーシで使ってたんですけど、ちょっと遅くなってきた感じがして、蛍光イエローのシャーシを組み直したら、かなりねスピードも出ていたような感じがしています。で、まあちょっとセッティングでずるいというか、なんか、まあ、コースに合ってるからいいんだと思うんですけど、リアにこの赤ブレーキを追加で貼ったんですよ。最後のスロープのところで飛んでしまったので、多分これがね、バンクスルーがねできてない、あのコースバンクがなかったんで、もうバンクスルーしなくていいやと思って、ブレーキ強めにして最後飛びをもう無理やり抑えたっていう感じで、まあ、完走させることができました。なんでね、また違うコースに行くと、また違ったセッティングになっていくのだと思います。まあ、コースに合わせたセッティングをするっていうのも、ミニ四駆の楽しみなんじゃないでしょうか。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。